全世界で新型コロナウイルス感染が拡大し、各国で野球やサッカーなどプロスポーツがオールストップとなる中、韓国サッカー選手がオンラインでサポーターとの疎通イベントを実施している。大韓サッカー協会は3月末からテレビ電話ファンミーティング、しばらく、オンラインで会いましょうを実施している。 サッカー韓国代表選手らの近況をテレビ電話で伝えるイベントで、クファ公式 SNS を通してファンの質問を集め、クファスタッフらがテレビ電話で選手に問いかける方式で進行された。新型コロナウイルス感染拡大のため、直接の場で触れ合うことができないサポーターに笑顔を届けたいとの願いから始まった。また、 現在ポルトガルに帰国中の韓国代表チームを率いるパウロ・ベント監督は、サポーターの要請に依れて自宅を公開。さらに、オーストリアザルツブルクのファンヒちゃんはリハビリ中の日常を公開した。このほか、イゼソンやキョンチャンフン、チソヨン、チャンスルギなど男女ヨーロッパ組もオンラインイベントに参加した。